第一三共。カサカサしてた肌も心もはーい。そんな時お母さんから突然荷物が届いた。ミノンも当たり前のように入っていた。ずっとミノンは肌のバリア機能を守りながら洗います。ミノンが目指す3つのこだわり、洗いながらしっとり滑らかな肌へ。もうカサカサせんように。肌と優しさの間にミノン。第一三共。上京して3年目、東京での暮らしが当たり前になり、仕事も順調と思っていたけれど、なんでかな、カサカサしてた肌も心も。そんな時お母さんから突然荷物が届いた。いろいろなものがぎゅうぎゅうに詰め込まれた段ボール。ミノンも当たり前のように入っていた。こっちでも買えるのにね。ずっとずっと洗うだけで簡単に落ちてしまうこともある肌のバリア機能。ミノンは植物性アミノ酸系洗浄成分配合、肌のバリア機能を守りながら洗います。製薬会社が敏感肌、乾燥肌を考えた3つのこだわり、洗いながらしっとり滑らかな肌へ。もうカサカサせんように。肌と優しさの間にミノン。大城さん入ります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。これを多分もう気持ちいい、ちょっとだけもう気持ちいい。はい、ではよろしければ出発です。はい、ミノンは優しいイメージなので、生まれた時に優子って本名なんですけど、優しい子に育ちますようにっていう風に付けられた名前なので、 CM キャラクターに選んでいただいてすごく嬉しい。めっちゃ懐かしい。この鍵の形すごい懐かしいね。ガチャったよね。これちょっとずらしてね、ガチャってると すごい肌が柔らかくなってですね、香りも優しい柔らかい香りなんですよね。なので、あの、上がってからすごいしっとりとした体になって、本当に心地よくなりました。はい、CM は物語になっていて、映画を見ているような気持ちになると思います。この CM の中でですね、家族を思い出すきっかけとしてミノンが登場するんですけれども、家族を感じたり、そして思い出すということで、あの、皆さん の日々の生活の中でも、ぜひミノンを登場させていただいて、人生の思い出になってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ずっとずっと大切にされてきたんだね、私、お母さん、ありがとう。大城さん入ります。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。これを多分もう気持ちいい、ちょっとだけもう気持ちいい。はい、ではよろしければ出発です。はい、いや、開いてる、開きっぱだよあ、めっちゃ開いてる。超懐かしい、この鍵の形すごい懐かしいね。ガチャったよね。これそう、ちょっとずらしてね、ガチャってやると用に。ミノンは優しいイメージなので、生まれた時に優子って本名なんですけど、優しい子に育ちますようにっていう風に付けられた名前なので、 CM キャラクターに選んでいただいてすごく嬉しいです。
すごい肌が柔らかくなってですね、香りも優しい柔らかい香りなんですよね。なので上がってからすごいしっとりとした体になって本当に心地よくなりました。はい、CM は物語になっていて映画を見ているような気持ちになると思います。この CM の中でですね、家族を思い出すきっかけとしてミノが登場するんですけれども、家族を感じたりそして思い出すということで、皆さん の日々の生活の中でもぜひミノを登場させていただいて、人生の思い出になってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。